これで吸い込むと放射性物質のものは外に出さない。ここに全部回収されて、これをだから廃棄するって形。これはあのもう電気式ですけども、モーターでエア式もありますが、はい、でここ吸ってきたのここで、でここで出ますから、はい、ここに全部、あ、このフィルターが放射性物質を通さない。そうそうそう。タイガーバキュームさんってもともとどこの会社なんですか？カナダ。あ、カナダ、はい、タイガーバック。そう、タイガーバック。タイガーバック、放射性物質を除去できるものはあの何年ぐらい前からなんですか？これはあのネイビー、アメリカの海軍 で、 海軍で原子力潜水艦の中で使ったりする。あ、そうなんですか。はい、アメリカのネイビーとか軍隊、はい、研修の研修、アメリカ海軍の、その原子力潜水艦で、はい、原子力潜水艦とか空母、はい、ああいうもので実績があるんですよ、はい、こういう製品って他の会社でないですよね、はい、ないですね。放射性物質を除染できる掃除機っていうのは、もちろんこうヘパフィルター、ウルパフィルターで放射性物質は除去できるんですけども、はい、じゃあそれが本当のウルパなのか本当のヘパなのか、はい、でここはもうちゃんと放射性物質用のウルパフィルター、はい、ウルパフィルターで出してますから、あの、はい、福島原発の第一建屋にこれから突入しますというような時に使うものですよね。そういう基準のものです、ね、そういう基準のものなんですか、はい、本当にもうシアリアスというかもう厳密な戦いをする、はい、アメリカ海軍でこの空母の中の掃除に使うんですね、はい、もしも漏れた時にすぐっていう時にこれがないとダメです、はい、あ、その、うん、空母とか潜水艦の中のその原子炉がもし漏れた場合にすぐにこれを使って対策する。はい、まあ、それはそのアメリカ海軍の人に聞いたわけじゃないけど、そういうふうに聞いてます、ね。あ、それから、はい、なんでこれ紹介しようかと思ったのは、はい、あの NHK のテレビで見たときにこれが第一建屋に突入しますって言って、その作業員の人たちが何やってるのかと思ったら、ウェットティッシュで床拭いてるんですよで、それ何やってるんですかって、いや今放射性物質をあの拭き取ってますと、はい、ビニールポリの袋入れてんですよ、はい、そんなことすんな、こうやってさーっとすれば、はい、清掃の鉄則は乾いてるものは乾いてるうちに取るっていうのは一番ですよね。あ、まあ、それをいきなり濡らしちゃうと、はい、やっぱ広がっちゃうんですよ。そうですね、今屋根を除染だって水高圧洗浄機ってやるじゃないですか、はい、あれやったって流れてきてまた土に行くわけじゃないですか。そうですね、水を汚染しちゃいますよね。そうそうそう、あれものすごい矛盾してることやってますまあ乾いてるものをウェットティッシュで拭き取ったらウェットティッシュが汚染されちゃいますよね。まあ、まあそれはそうなんです。はい、でそれをだからまあ廃棄するんでしょうけど、はい、そんな危険なことするなら掃除機でこう吸えばこれじゃないですか。これだったら汚染された物質そのものが入りますか。そうです、入るだけですからね、はい、触る必要ない、はい、まあ、唯一犠牲になるものってはこのヘパフィルターぐらいですよね。そうです、だからまた危険じゃないですか、作業員が直接そこに触るわけですから、はい、じゃあせめてこれで大まかにでも取ってからまだやった方がまだいいじゃないですか。そうですね、そういう考えで出てますね。全然そう、日本で広まってほしいですよね。そう思います。こういう方があのバリバリこの、はい、そうですねやっぱいい発見しましたね。ありがとうございます。これ日本には入ってないんですか？まだまだです。あ、まだですか、はい、これからです。これから紹介していただける、まあ、どういうところに紹介すればいいのか、うちもだから初めてこれを出した、はい、モデル名が 2D9NUC、はい、あと4つぐらいモードあるんですけど、はい、ちょっと感知器とか、はい、これは透明ね、よくですけど、はい、あのもうちょっとあのなんかパンフレットあると思いますけど、普通ヨーロッパで使っているのもありますし、はい、アメリカの、はい、あのあこれ西洋タイプ、これじゃない？フィリアさん、これはこれもそう？これあの同じですけど、背中に、あ、背中に背負って、これ背負ってできるから、はい、あの細いところ、これもあのカードとか、これも日本に便利じゃないか、あの本社、はい、カナダの本社に行ったら、はい、狭いところ